はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。中古ピアノ選ぶときにですね、まあ、だいたいご予算とかね、あとメーカーとか、あの外装木目とかね、そういうふうな色目、あとまあグランドピアノでしたらサイズとか、まあ、品番、特定の品番とか、そういうので選ばれることが多いと思うんです。もちろんこのあたりは絶対押さえておいていただきたいことなんですが、それでもね、たくさん機種がある中で1台選ぶってなった時に注意していただきたいことっていうのがあるんです。それはですね、まず1つ目、やっぱりこれはね、専門家の知恵っていうのは借りた方がいいと思うんですよ。今回ピアノの場合でしたら、まあ、例えば信頼できる楽器屋さんであったり、ピアノの先生であったり、まあ調律師でもいいですよね。とにかく信頼できる人、自分よりもピアノに対して詳しい方で、大体その自分の好みのことを分かっていただけるようないとに、まず一緒に見ていただくことっていうのがすごく大事やと思います。で、2つ目、これやっぱりね、あのメーカー名っていうのは大きいんです。ヤマハとかね、カワイとか、あの皆さんご存知だと思うんですね。そういうメーカー、やっぱりなんでそんな有名かっていうと、あの最低限あのちゃんと使える楽器作ってるんですよ。で、無名のメーカーっていうのはやっぱりそれがちょっと怖いところはあります。で、もう一つ言うと、ヨーロッパのメーカーのピアノもたくさんあるんですけども、やっぱりね、あかんやつもあるんですよ。だからそこをしっかり見極めれるようであれば、あの選んでいただいてもいいんですけど、ちょっとそこ怖いってなった時はやっぱりヤマハとかカワイとか、まあ、あとディアパソンであったりね、アトラスとかアポロとか、あの国内の有名メーカーのものでしたら、まあそんなに外れはないかなと思います。これが2つ目で、3つ目、3つ目はね、ちょっとさっきと逆のことを言うんですけども、あの無名なメーカーのものでもたまにいいのあるんですよ。だから最後はもうご自身のフィーリングなんですよね。全然知らないメーカーのものでもめちゃめちゃこう美しくて、で触ってみると、あ、音ええやん、タッチもしっかりしてるやんみたいなやつが見つかる時があります。そういうのってやっぱりあなたにとって多分ベターなピアノだと思うんですよね。だからそういうのが見つかれば本当にいいと思うんですけども、なかなかこの3番目の条件っていうのは難しいと思います。だからとりあえずこれは置いといて、1番2番ですね、信頼できる人と一緒に見ること、2番目、まあ信頼できるメーカー名とかを押さえておくこと、ここら辺が重要かなと思います。で、余裕があれば3つ目、全然知らんメーカーでもちょっと触ってみる、意外といいのあるかもしれませんよっていうのをちょっと頭の隅に置いていただいて、中古ピアノ探しっていうのをやっていただければ、きっとハッピーな中古ピアノ選びができるんじゃないかなと思います。ちなみにこの中古ピアノ選びなんですが、ピアノの部分をギターとか管楽器とかに変えていただいても一緒なんですよね。中古のギター、中古の管楽器であっても条件は全く一緒です。ご自身よりも上手な方、管楽器に関して詳しい方、楽器店の人とか修理の人とかに一緒に見ていただくこと、あとまあメーカー名ですね。やっぱり安心できるメーカーっていうのは確実にあります。もうこれはピアノだろうがギターだろうが管楽器だろうが全部一緒です。最低限押さえておいていただきたいところだけ押さえていただければ、きっといい楽器見つかると思いますので、まあ急いで探すんじゃなくて、じっくり探していいものを見つけていただければと思います。ご参考になさってください。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、それとコメント、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。